ケントです。どうも。あれケントってインスタやってないの？やってない。なんでやってないの？あの SNX に侵されないように気をつけて。そうなの。ミキシー以来やってない。ミキシー以来やってない。ミキシー以来やってない。IC チップとかの部品を作ってる。ああいいね。そう。あ、じゃあレアなんだっけあるやん。レアレアアース。レアアースや。中国の。うん。そう。機器金属屋さん。そっか。そうですよ。楽しそうじゃん。それでアクセサリー作れない？アクセサリーはアクセサリーの部門でやってる。俺は全然いると思う。インダストリアルプロダクト。そうなんだ。俺さ、スピアスに IC チップ埋め込みたいんだけど可能？将来的に。将来的に可能でしょ。そう、もうね、ピアスの中に全部埋め込みたいな。ワイヤレスイヤホンとか。可能？それあれでしょ、あのでかいところに全部。そうそう、あの集約したいんだ。そうそうそう。いける？そんなん大丈夫だよ。作ってよ。オーダーメイドです。オーダーメイドで。高えよ。高え。やってないんじゃねこれ。営業中って書いてある。ラッキー。着きました。ロックアンドロール。いいですね。黒だ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 。好き好き。俺のことを好き好き。もみもみと細麺が選ぶ。いやー美味しかったですね。美味しかった。なかなか。あの麺のチョイスについてどうなの？麺のチョイスは失敗した。失敗した。うん。なんかあの返しの強い感じで黒は細麺の方が合ってる。なるほど。次回は細麺でトライしようと思います。はい。ちなみに私は白のもみもみ麺だったから美味しかったですね。あとワンタンの皮が入ってるの面白かったです ね。あれ、皮だけで。皮だけだけど、皮だけ。あれでね、ミンチとか入ってるとまた違った味になってきちゃうから、ね。スープが多分濁るんだと思うんだよね。いやー美味しかったです。ロックアンドローさんありがとうございます。ありがとうございます。